ハッピーアナのスキルマックス30分いきます。コインアップのみ54使うとマイナスになる。いきます。あ、待って、あれ出してない。出た、いくぞ、レディーゴー。お、ローディングが長い。で、機種によってね、本当に全然動かないのとか、アンドロイド。さすがにそれ全部は答えられないので、まあ、動画自体を撮ることはできたとしても、いや、僕、違う端末なんですけどって言われたらそれまでだからね。ちょっときついよね。アーナいないんだけど、いた。ちょーっと重いな。これもアイテム少ないか。あー、一気に降ってきた。なんか合わせるかのように。スキルレベルなんですか？これスキルマックスですね。無理か、間に合わんか。1700。さすがだぜ。お、2倍。お、いいぞ、幸先がいいぞ。51倍くればガストンにかなうのでは。アンドロイドは本当に同じ会社の製品でも積んでるチップとかでかなり、ああ、そうだね。チップで変わっちゃうよね。あとね、本当に、なんだろう、バージョンなのかな。僕ね、シャオミの、Poco F2 だっけな。アンドロイド、あ、じゃあアンドロイドじゃない。スナップドラゴン、8いくつかだっけ。8いくつか積んでるんですけど、それよりもね、もう一個、シャオミの、レドミーノート 9S? スナップドラゴン 720G だっけな。数字が低いので、こっちの方が性能低いはずなのに、ツムツムはこっちの方が動くからね。一応。確か動いたはず。ほい。アナ喋ることないんだけど、これ。ほら、ここを。ほら。何を喋っていこうかな。こんばんは。ジャックジャックの自動連打ってバーンされると思いますか？さあ、ツール使ってたらバーンされるんじゃない？わかんない。最近なんかチートを検出みたいなさ、画像出回ってるでしょ。チートと間違われてなんか一時期ログイン不可能みたいなね、一時的にチートしてないのにね。
下手したらそこで引っかかったりするんじゃないの？ツールとか使うと。シアナのスキルがスコアプラスじゃなくてコインプラスだったらよかったのに。コインプラスだとしてもちょっと弱すぎると思うけどね。さあ2000稼げたぞ。これはガジェットでは？もうありえんくらいのスコア補正だったらいいんだけどね。この 1.9 倍とかじゃなくてさ、スキルまで。もうスキルまで100倍とかでいいんだよ、100倍。そんくらいやってくれたらね、おー、一瞬で5000万とかいきそうだけど。ぶっ壊れ粒爆弾つって。おー、やないねえぞー。起きろー。お皿もこんなにたくさんって言って、ほら消去してくれ。もっと このプレイやばいのでは。ガジェットより消化範囲は狭いでしょう。ガジェット27とか8消すもんね。まあ、そこは、のプラス補正がされる分、消去範囲が狭く設定されてるって感じだよね。まあ、どう見てもガジェット超えないでしょ、これは。演出も長いし、ワンプレイの枚数、少ないので。うわぁ、間に合わんかったか。1500。うわぁ、少な。1500だとコインプラスあっても、プラマイ0くらいかな。確か1660だったっけ。1660枚くらい稼がないと、コインプラスが無駄になります。どうしよう。だー、頑張れアナ。見づらーい。あれ？足んなかった。え、このプレイあと何回続けんの？あと20分ある。あと20分どうする？アイフル。チワワが出てきそう。エルサは強いつもりのに、なんでアナは？アナはアドベンチャーが強かったね。スコアだけなら、アドベンチャー飛び抜けてるね。
ナビタさんこんばんは。ハピアナ稼げますか？見ての通りですよ。すごいよ、すごい。これはね、すごい。ほら、見て。お、2000万いくんじゃない？ほらー、2000ぴったし。なかなかできないよ、こんなこと。スキルマックス。1.1。2500くらいいかんかな、1回くらい。超つなげる場所ない、左側。ほらほらほら、新ツム第2弾で強いの来ないかな。言うて普通なツムが来るんじゃない？もう本当に喋ることないんだけど、どうしたらいい？もう。これで高倍率来たらね、来そうだよね。ここ。残り10秒。ほい。あ、いないのでは？あ、よいしょ。このツム今年一のクソ説ある。まあ点数自体はまあスコアに価値がないからさ、意味はないんだけど、まあツムレベさ上げちゃえばそこそこの点数は出せるからね、一応ね。コインは全く稼げないけど。この罠、ちょっと待って、スキルを発動したい、発動したい。プレイしていてあまり楽しくなく感じるのですか？どうですか？楽しくないよ、全然楽しくない。スキルが回らんからね。まあ54使ってないからっていうのもあるけど、そもそも5種類で今プレイしてる上にスキルがたまらないし、消去量少ないし、コイン入らないし、無駄に演出長いし。定番のお弁当話、行きましょう。
明日娘の初遠足ですが、やっぱり唐揚げ？唐揚げ、唐揚げは大事だよね。唐揚げ、厚揚げ。あれ？厚揚げはいらん。唐揚げと、なんだ？あ、卵焼きはね、大事だね。タコさん、ソーセージ、ウインナー。何本コイン稼げても時間あたりの効率考えるとまた別の話。そうだね、めちゃくちゃコイン稼げてもシンデレラのようにね、超時間がかかってると全然稼げてないんですよね。ワンプレイ、まあ、30分で3万枚稼げるんですけど、30分かけて3万、ワンプレイ3万稼げても30分かかっちゃう。それだとね、ガジェットとそんなに大差ないんだよね。ガジェット30分やれば大体3万くらい稼げるので、まあまあ変わんないと。時間に対してどれだけ早く稼げるかだね。やっぱ時間は大事だね。まあワンプレー多く稼げた方が稼げた感があるし、まあ楽しめるってところもあるかもしれないけど、ゲーム楽しむ上では大事かもしれないけどね。あ、これ2000枚いくのでは？このペース的に。さあ、第1目でも来てくんないかな。そこじゃないな、この第1目じゃないな。2100か。つむつむってスキル性能情報修正とかないんですかね。ないね。今まで一度もないですね。超イレギュラーとして弱体化、まあ、弱体化というか調整というか、弱体化からの情報はありましたね。弱体化しすぎてちょっと元に戻さなきゃっていうので一応情報修正はされてますね。普通のマレフィセントが。はい、ね、
ふぅ。つむつむの世界ではワンプレイにどれくらい稼ぐかじゃなくて、1分にどれくらい稼げるかが大事。そうだね。1分っていうかまあ、とりあえず早く多く稼げるかってところ。まあ、つむつむじゃなくてもそうだよ。他のゲームでも大体そうじゃない？そういう集会とかさ、作業ゲー、作業のようなことは、全部そうじゃない？いやー、さすがにこれ入れんよね。入れた。入れたけどスキルたまらんよね。だるねー、こんばんは。遠足の時親弁当を凝りすぎて中学になって夕飯の残り物とか入ってた時の残念感がすごかった。まあそれでもね、お弁当作ってくれるだけありがたいけどね。やっぱり。僕はね、あんまり気にしなかったかな。ああ、夕飯の残り物だー、やったーっつって。昨日の美味しかったもんなーっつって。割とプラス思考だった気がする。そういう時も。これまでに5万円スポチャ来たことありますね。ありますよ。おい。太郎さん、やっほー。アナ、もっとスキル回ってほしいよね。あー、こんばんは。今来ました、ノムさん。ノムさんか。ほい。宿題中です、頑張って。なんか LINE の紹介、あ、スキル紹介か。このつむの、びっくりするほどよく感じたのってガチャなんですよね。ガチャですよ。報酬つむじゃないですよ、プレミアムつむですよ。これ、よくこれで世の中に出したなって思うけどね。いや、こんくらいの昇給量にするんだったらさ、やっぱ点数もっと出せるツムにするとかさ、本当にちょっとひどいよね。5万円のスパチャ、誰が、誰だろうね。僕は覚えてるけどね。最近のつめ、演出はいいんだけどね。まあ、マスカレードはね、もともとああいう綺麗な演出っていうものがあったからね。前回のマスカレード系がそうだったから。見づらい、ハンク。今すぎでスムが繋がるルート的なのが見えてるんですか？見えてはないけど、まあ、パッと見色で判断だよね。
ほい。あな。ほい。つつさん、こんばんは。スキルは重いし。消去範囲が狭いからスキル回らんな。な。またな。マナさん、こんばんは。ほいよっ。さあ、これで1700くらいか。27消去。いいぞ。7チェーンをミスってく。8からの消してボム入る。4チェーンからのここら辺。おーい、どこも繋がんねえじゃねえかよ。さあ、あと2プレイか。よし。ちゃんと喋りながらやるぞ。そして、4チェーンして、あと4チェーンで溜まるね。4。このボムは残しとく。あー、7チェーンで金買ったか。8で溜まっちゃう。これはゲージクリコしていくか。5で溜まる。さあ、下2回くらいチェーンして、さあ、毎積むために行くけど、あと3チェーンが、あー、ゲンガッタか。さあ、上の大積む含んで9チェーンをしたいところ、できない。ここで、うんで、よいしょ、フィーバー入れない。あー、届かんかった今の横。ここの3チェーンで溜まる。くわー、全然振ってこん。マイツム盤面に2回、マイツム26。これ届かんだもんな。はいはい。たまるけどフィーバー後だなこれ。はい。溜まったー。1900、ラスト。あー、ラストじゃない、1分切ったから。あ、でも今やっとくか。ワンプレイの時間短いでな、この積むに関しては。一応やるだけやる。ジョンさん、こんばんは。ヨット時代スキルも、おめでとうございます。
アキさんは一日何時間くらいつむつむしてるんですか？僕ほとんどしないよ。ライブくらいしかしないので、まあ昨日はね、生放送だけで5時間くらいやったからあれだけど。いつもだったら生放送の1時間半、2時間くらい？そのくらいです。だから毎日ライブしてるわけでもないので、そんなやってないよ、言ってもね。まあ、ある程度コインにも余裕出てきたし、そんな昔ほどね、空いてる時間にがっつりコイン貯めるっていうことはしてないですね。今はもう YouTube で動画投稿のために検証してるとか、裏でちょこっとね。その程度。一人でつむつむしてる時に喋りますか？全く喋りませんね。全然喋らない。まあ YouTube とか見ながらやってるんで。あ、このまま終わりそう。終わらんかった。よし、終わった。ちょっと長引いちゃったけど、これで32分いかないくらい、31分50秒まあ、最後のね、12プレイ目入れたとしてもガジェットには勝ってないんじゃない？ここか。12プレイだと、うん、そうだよね。どうなんだろう、誰か計算してくれた人いたかな。ジェダイスキル5、ガストンスキル4、どっちを上げるべきですか？僕だったら、もうジェダイスキル5でも十分稼ぎ積むとして活躍できるので、だったらガストン6目指しますね。4を上げて。魔女マネスキル3、平均4000枚なんですが、何かコツとかありますか？魔女か。魔女はもうひたすら、たくさん消すぐらいかな。スキル3とかだと効果時間短いので、もう消せるところをとにかくたくさん消す。スキル5とか6である程度効果時間長くなれば、その、ロングチェーンだけするとか、タイムボムだけ狙うとか、ちょっとね、プレイの仕方変わるんですけど。とりあえず、あんまり考えずに、たくさん消せばいいと思います。あ、みりんさんありがとうございます。佐々木さん、2年ぶりくらいにライブ来ました。ありがとうございます。つむつむ再開しようかな。いいんじゃない？今ちょっと強いつもりないけど、今月。お、23256。やっべ、予想よりもだいぶ低いな。12プレイでしょ？あの32分くらいになって、それでしょ？11プレイだったらどうなってたよ。2万。やば。ドリーのスキル4と大差ない。あ、そうだよね。だってこれ1600のプラスコインのみだもん。12プレイ。はあ。最下位ではない。最下位はドリーのスキル4ですよ。スキルマックスだと最下位ですね。今までの、ね。